昨日の夜あのパラオーディションだったので表彰できなかった方、今表彰してもいいですか。田畑伝次郎、常連賞に小林美久、つなぐ服部賞小林美久、ヘッドヘア賞1位小林美久、1位小林美久、ニューカマーギャラリー部門準グランプリ小林美久。この結果に甘えずにもっともっといい作品が作れるように頑張ります。ありがとうございます。写真にも自分のカラーとかを組み込むことができて、それが評価されたのがすごく嬉しかったです。以上です。勝負を奪えたらなっていうもので頑張ってきます。お願いします。嬉しかったのと、選んでいただいた方々がダントツで可愛かったっていう風なお言葉をいただけたので、すごく嬉しかったので。もともとあゆみさんのウルフのショットのスタイルを持っていっちゃったので、パッドとブリーチで、今ダメージの部分をちょっとブリーチで、このおいちゃんの林梨花ちゃんバリパンタイてくださってる方で、17時半のパッドトリートメントだったトリートメントはどうだったか聞いてます。もうまず全体的に色的にザ・モードみたいな感じの雰囲気がもともと好きだったんですけど、柄物だったり色物が自分的にすごい好きになっていって、結構似た表情とか角度とか可愛らしい感じなんですけど、フィルターも含めて写真は私がこれから打ち出していきたい写真なんですけど、パキッとしたハイトーンをやっていきたいなと思っていてですけど、こういった柄を今勉強しながら色を取り入れていこうと思っていて、個人的には両方とも普通にこれが作れたら、今実際やってることとただこれが結構かけ離れてるようにも感じるので、このゴールになっていくためにどうやって自分がやっていったら近づいていけるのかっていうのを一回整理して作っていけるといいのかなと思うので、はい、お願いします。お願いします。数テーマがあって、前回は一番好きな1枚みたいなやつだったんですけど、今回はインスタグラムで並べたりとかするなら9枚どういう風に並べたら自分の理想像ですかみたいなちょっとテーマなんで、あ、そうです、そうです、毎日1人ずつ発表してるみたいな感じになってるんで、そうそうそう、それを今回は僕だけ発表したけど、先輩がアドバイスしたりとか僕が言わない時もあるんですけど、違うテーマの時も普通に言葉のテーマの時もあるんですよ。考えさせてフィードバックして答え合わせしたりとかっていうのを結構常にやってる感じ、みんなの前で言うっていうのは結構大事な気もしますけどね。今回の9枚のやつとかあったら、自分が上げた9枚がダサかったら、あ、この人こんなもんかみたいになってしまうし、このグループ内でもあの人に憧れるところも出てくると思うんで、そこの自分のプライドをかけてどれを選ぶかみたいなところはちょっとあるかなと。最初は東海のコンテストだったんで、自分が関われないっていうところも考えると不安と、ね、取れなかったらちょっとまずいなでもあったんで、ちょっと悩んでたんですけど、実際終わってみて、結果が割と良かったんで、あれだけじゃなくて昨日もうちょっと上げてるんですけど、その中で ああやってみんな評価されると、評価されることが癖になると思うんで、もっといいものを作ろうってなるし、どんどんこう前に進んでいけると思うんで、コンテストの意欲が湧いて良かったかなとは思いました。いや、コンテストはものすごく出せとは言わないですけど、あるものに関しては進めて、こういうのに出た方がいいですよとか、こういうのはこういうコンテストなんで、こういうテイストで打ち出したい子は出した方がいいんじゃないですかとか、審査員がみんな分からなかったりするんで、審査員の説明をしたりとか、意欲的に
やれる環境にはしたいとは思ってるんですけど、まあ、コンテストコンテストはしたくないんで、あのなんかコンテストが一番ではないのは伝えてやる感じです。結局お客様やってお客様デザインしてなんぼでもあるし、お客様だけでもダメだし、あのどんだけおしゃれなもの作ってんだみたいなのがあの、まあ、撮影の中で伝わったりだとか、あの立ちのコンテストだったら、まあ、それやってる子に関してはもう全員で応援したりだとかっていうのは徹底してやってます。で入ってコンセプトだった色が田畑善次郎です。ずっとオープンの時からイルクにいるんですけど、イルクにいて思うことは、スピード感が何よりも速いなっていうのがあって、まあ、最初池下の店舗から始まったんですけど、池下の店舗から久屋に移動して、次は東京にできて、イルクっていうサロンもどんどん大きくなり方というか進化の仕方がすごい速いスピードで進化しているので、オープンから見ているのでなんかどんどん進化していくなっていうのと同時に、なんか自分ももっと成長しなきゃなっていうのと、スタッフもどんどん増えていって、あの下の子たちも結構勢いのあるスタッフが多いので、スタッフ同士で切磋琢磨しながら、ゆるく自体がどんどん進化しているなっていうのを感じます。なんかゆるくの進化に負けないように、自分ももっともっと努力して進化していきたいと思います。クリエイティブを、まあ、クリエイティブに関してはなんか昔の自分の憧れみたいなところが強いですけど、なんか今だと、まあ、ゆるくにためになるかみたいなのが結構一番土台ではあるんで、まあ、みんながこれから上がっていく中で、自分がどこまでそのゆるくの枠を広げるかみたいなっていうのが、まあ自分がやる仕事かなと思ってるんで、まあね、自分がどこまでできるかでみんながこれからどこまでいけるかみたいなのは割となんか決まってしまうような気がしちゃうんで、なんかそこを狭めてしまったら、まあ、そこまでのサロンにもなってしまうし、あの自分自身もこのお店がどこまで行くかもあんまり分かってないんで、ただやれるとこまであの、まあ、追いかけてやろうかなっていうのは結構あって、まあ、最近よく夢とか聞かれたりするんですけど、とかどっちかっていうと皆さんがゆるくがこうだったらいいのになってきっと思ってるだろうなみたいなやつを吸い上げて、それを叶えるようにしてるっていう感じですね。なんで自分がこうしたいっていうのはあんまり持ってなくて、いろんな人、まあ、新人が入ってきたタイミングでミルクがどうしたいかって本気で聞いてみてみたいな、じゃあそれを新人研修でプレゼンする時間っていうのを結構作ってて、そのプレゼン時間のやつを結構参考にしてたりもしてたりとか、あのフラットな状態のその他者意見っていうのは結構求めてるかもなって感じです。思ってる以上にあの入ってくる子はすごいなみたいな感じてて、あの特にあの新しく新卒入る子とかに関しては、入ったことによって他のとこ入ってたらもっとこんなことできたのになっていうのは絶対思いさせたくないみたいなのが結構強くあって、で、まあ、せっかく入ってきたいい子たちをこう花開かすのも僕らだし、花開かせないのも僕らなんで、だからそこが結構肝かなっていう感じで、その子たちがワクワクできるようなお店であってほしいなっていうので、まあ、新しいことには挑戦して、
まあ、その子たちがやりたいってなんかポロッと言ったようなこととかは結構ずっと覚えてて、結構1年2年経ったタイミングでもう一回聞いてみたりとかして、でやろうと思ってるんだけどみたいな、まあ、今回の東京出展だったら美月ちゃんとかが、まあ、一番最初には言ってたんですけど、まあ、僕らも東京っていうのは、まあまあ、どこかこちらにはやっぱ残ってて、で、まあ、コロナ禍であんまり積極的には行けないなとは思ってたんですけど、実際に、まあ、今展示会で東京によく行くタイミングが多くて、まあ、東京の、まあ、場所だったりとかこう文化とかなんか土地のこの人の感じとかを見てて、なんかいいなって思う場所はちょっといくつかあったので、まあ、実際見てたらここが現実にできてもいいのかなっていうのはちょっと感じたので、まだなんか東京の美容師さんに結構なんか評価をいただけるので、まあ、それがなんか東京に合うのかなみたいなのをちょっと感じて、はい、今回は動いたのかなと思います。その美容院のお客様で、なんか髪が一番綺麗な状態で見えて、で1階から3階にお洋服見に来てくださって、でやっぱ下のスタッフが結構もともとお客様の好きな、なんかこういうのが好きみたいなっていうのをなんか朝の時間とかに共有していただいたりとか、であと私たちもなんかヘアが一番綺麗な状態で今日この髪型になったからなんかこういうお洋服が似合うんじゃないかっていう提案がすごいしやすくて、なんかその打ち出してるそのゆるくが一番大事にしてるトータルコーディネートっていうところをやっぱりそのしっかり具現化できるというのか、なんかそういう環境がすごい整ってるので、なんか私たちもなんか働いてるのでただお洋服売ってるっていうよりかはなんかその人に似合うなんかお洋服っていうのをなんかしっかり提供できるのがやっぱりすごいいい環境だなっていうふうにすごい心から思ってますですね。もともとはレセプションから始まりで、もともとその前にレセプションやる前にショップ店員の販売員の方やってたんですけど、でそこでなんか沢井さんとお話しして、で沢井さんもやっぱお洋服すごい好きなので、なんかそこでなんかゆくゆくはそのショップを一緒にオープンできたらいいなっていう話をもともとしていたんですけど、でそこでそのやっぱオープンしてすぐはまず美容院オープンして、でそのなんか客層とかっていうのもまだ掴む前だったので、そこでなんかそのどういうお客様がゆるくに見えるのかっていうのがなんか明確になってきた上で、やっぱり自分たちもこういうお洋服が好きでお客様にはこういうお洋服を提案したくてっていうなんかその大きい大枠みたいなのができたタイミングでショップがオープンできたので、なんかそこがすごいなんかいい意味でその移転とともにショップがオープンっていう感じだったので、すごいなんかいいタイミングだったなっていうふうに思って、なんでなんか今のこの形ができてる気がします。